宮前川とは、愛媛県松山市石手一丁目の一級河川、石手川の岩関付近より分流し、石手寺付近、道後付近、松山城北川を経て、小町駅北川より、南西に向きを変え、松山市下水道中央城下センター付近で同じく、岩関で分流した中の川と合流して、水戸浜港に注ぐ、流域面積1 2 9キロ平方メートル。 延長1 0 8キロメートルの二級河川である。道後平野の扇上地を形成している河川であるが、それゆえ、古来から水害も発生させている。しかし、松山空港方面に流れ、田畑を潤す道の元川、千字川を分流し、生活や農業に有益な存在である。なお、要水路源となっている道の元川については、宮前川から、 戦時川については、石手川の伏流水を、ポンプで汲み上げ、流している。また、水戸浜港では、流入土砂が、問題になっており、春節も限界なので、高浜に、松山観光港が整備されることになった。道後平野では、古くから、水害や干ばつに悩まされ、与都村と、南吉田村の水争いでは、死人まで出る大騒ぎとなった。そこで、 江戸時代に、足立重信が、治水事業を進め、湯山川を岩関付近で伊予川へ合流するように、付け替えた名残の元の河川である。また、松山城の堀に導水するため、岩関より下流で分流する中の川も彼が整備した、水路で、宮前川の一部である。これらの河川は、古い石手川の名残であるが、線場地下線なので一部が伏流する。また、 重信川水系として地下水脈を共有している。なお、千字川については、直接海に注いでいた小野川の名残であるという説もある。度重なる大雨や水害で流れを変え、松山の城下町を水没させるので、石手川、小野川の付け替えが観光された。しかし、これらの河川が合流する、出坊村が水害に遭うことが多くなり、 治水事業の難しさを感じさせる。石手川の岩石群、前川放水トンネル東側高校群前川は、石手川、小野川、重信川とともに、農業用水として、古くから利用されており、中小河川を改修した、用水路が、道後平野に張り巡らされていて、現在も、生活や農業になくてはならない存在である。航空写真画像情報所在検索。 案内システム等で古い航空写真を見ると元の稼働が見え治水の苦労が忍ばれる。なお、屈曲した古来の稼働がつながるように見える部分は戦状地を削った古い河川の名残であるので地盤が柔らかく住宅棟の建設は避けるべきであるが都市化による生活排水の増大等で水害が発生しやすくなっている。対策として 1979年6月に浸水家屋数8212個、浸水面積324ヘクタールにも及ぶ、甚大な水害が起こったことをきっかけに、別府町付近から弁天山をトンネルで抜ける放水路を中心とする河川、改良事業が進められ、1984年5月に完成した。しかしながら、 フライブルク通りより上流では整備中の状態で残っている。中心市街地であり、下水道も整備されているが、水害発生の懸念は払拭されていない。愛媛県庁、宮前川水系河川整備計画。ありがとうございます。